口戦とは、平安時代中期から用いられるようになった、非公式な公文書書式で、天皇の直視を口頭で受けた蔵人書式時がその内容を文書化して、大乗官情景に伝える目的のために使われた。戦時と共通する部分が多く、戦時の一種、派生と捉えることもできるが、その書式に異なる部分がある。公認元年のクスコの変をきっかけに、 クラビト書が設置されると、従来は、高級の内誌を通して伝えられていた天皇の直誌の大上官への伝達が、次第にクラビト書の式辞によって行われるようになった。天皇の直誌を報じた式辞クラビトは、大上官の神座に赴むいて情景に対してその内容を口頭で伝えた。これを式辞の行使と称したが、直誌の内容を口で伝えることから、口宣もしくは、 戦時とも称した。しかし、情景が常に大上官にいるとは限らず、天皇の側が臨時の直視を発することもあり得た。そのため、命令を伝える間に、倉人の誤りその他により、天皇の出した命令と情景が実際に受けた命令が食い違う可能性もあった。そのため、本来であれば、口頭にて伝達が行われる天皇の直視を、あらかじめ紙に書いて、 それを情景には出すようになった。これが、口線もしくは、戦時へと発展することになる。口線は、最初の行に出されたとしつき日を書いてからその下に一字分を開けて、戦時という二文字を書き入れ、次の行以後にその内容を記し、最後の行には、直視の笹具者の遺書の後にその下に小さく、笹具の一文字を据える。この形式は11世紀末期に完成されたもので。 口宣が行われた初期には、戦時との書式の区別が確立しておらず、年月日が最後の行の遺書の上に記載されたものもある。また、口宣は、直詞の内容を目録あるいは日記形式で記している点でも、戦時とは異なっている。なお、用紙は、式字倉人がいつ、直詞を受けても対応できるように、またあくまでも、 直手伝達は高頭であり口線は覚書として作成されるという性格により製造が勘弁である中古紙を再生した宿紙を用いるのが例とされ後に書式の一環として定着するようになった。なお後には陰性を行う上皇、法皇が大上官に対して命令を発する時も口線が用いられた。 これは律令に定められた正当な統治機関は天皇及び大上官であり、法的な根拠を持たない時点の君が命令を行う場合には、こうした非公式な公文書形式を採用せざるを得なかったからである。鎌倉時代後期に入ると、天皇が発する命令においても、大上官府、大上官庁、官線時に代わって、口、線や線寺が用いられることが多くなっていった。 口千案とは、元来は口、千の案文であり、覚書きの下書き程度の意味合いでしかなかったが、後には、大上官を経由せずに直接受任者に、直視の内容を伝えるために用いられた。したがって、天皇の意志を、大上官に千下という形で伝達する機能を持つ、口千と、千下の事実を受任者に伝える機能を持つ口、千案では、内容は同じでも、その機能、 様式は異なっていた。鎌倉時代までに様々な正規のルートを通さない命令を発するための公文書が作成されたが、人事に関する命令は、少書、大乗官府、遺などの正規の公文書の発給手続きが守られてきた。これは、時点の君が人事権を行使する場合でも同じであり、天皇の命令という定裁をとり、さらに大乗官に伝えられて、そこから、 実務担当者に命令が届くという複雑な手続きを要した。これに対して、誤差が陰性の頃から、実際の人事権者である自典の君の人事決定を迅速に人事担当者に伝える必要性から自典の君の命令を受けた、敷地倉人が、口、線を情景に渡す前にあらかじめ下書きを、名目として、もう一通案分を、 口線と全く同じように作成して、この案文に、口、線を出した時点の君の印税を添えて受任者に渡す。ことで、正式な公文書が到来するまでの仮の証文とした。口線案が直接受任者に渡されるようになり、その重要性が高まるとともに、さらに口、線を報じた、識字く人との署名の記載など、同人の新筆であることが必要要件とされるようになった。 口千案は、口千政文と区別するために橋裏に、口千案の三文字と最初の行の右上に、名と呼ばれる口、千を渡した情景の使命を付記した上で渡された。本来は口千案が担当者に渡された後に、全く同じ内容の命令が大上官から担当者に宣言される手はずとなっていたが、後には、 実際の発給までに時間がかかる大乗間での宣言手続きが省略されて文書の発給よりも列記名などの記録をするための手続きとなり、口宣案をもって正式な命令証書とみなされるようになった。時代が下るにつれて、口宣案も公文書の書式に近いものになっていき、南北朝時代には書体が行書体から真書体に変わり、 江戸時代になると大上官八給の公文書に書式となっていった。ありがとうございます。